シャークは、アメリカ海軍の潜水艦。スキップジャック急原子力潜水艦の一隻。艦名はサメにちなんで命名された。その名を持つ艦としては、バラオ級潜水艦30番艦以来7隻目。シャークは1958年2月24日に、バージニア州、ニューポートニューズのニューポートニューズ造船所で寄港した。1960年3月16日に、 ルイス・シェーン・ジュニア夫人によって、命名、浸水し、1961年2月9日に、艦長ジョン・エフ・ハーガン・ジュニア少佐の指揮下収益する。予備試験及び偽装の後、シャークは成長巡航のため5月に、カリブ海へ向けて出航した。巡航後、ニューポートニューズに帰還し、成長後の検査修理を行い、研修完了に備えた。シャークは8月12日に、 地中海に向けて出航第6艦隊との配備に向かった。これは原子力潜水艦の初の地中海配備であった。シャークの配備は1961年11月14日まで行われた。1962年1月29日、営業西インド諸島のバミューダに向けて出航し、2週間の定時訓練に従事した。 続いて3月15日から5月23日まで北、大西洋へ展開する。この期間に、シャークはポーツマスへ1週間の訪問を行う。8月25日に再び北、大西洋での2ヶ月の配備に向かった。バージニア州ノーフォークに帰還すると整備が行われ、作業は1963年1月7日まで続いた。 シャークは8月7日から10月24日まで北、大西洋での演習、サブファレックスに参加する。その間にスコットランドのファスレーンに1週間停泊した。1963年の残りは沿岸での作戦活動もしくはカリブ海での対潜水艦船演習で費やされた。1964年3月22日、シャークは演習。 サブスプリングックス77に参加するためノーフォークを出港し5月21日に帰還した6月25日に最初のオーバーホールのためサウスカロライナ州チャールストンへ向かい作業は6月7日まで行われた造船所に入居中車アークは4月5日から5月9日までの活動で対潜水艦戦能力の分野でアメリカ海軍に対する 大きな価値及び重要な結果を達成した功績により主君部大賞を受賞している。シャークは6月7日に海上公務のため出港した。1ヶ月後、全部酸素システムを損傷したためチャールストンでの追加の修理を行う。10月9日、海上公務を通過し、フロリダ州キーウェストへ向かい、2週間の魚雷発射艦の試験及びワイヤーで、 ガイドされた魚雷の開発計画に従事する。ノーホークには10月25日に帰還し、定時訓練及び独自の訓練、対戦水管船演習に1966年1月8日まで従事する。その後カリブ海で2月7日まで活動し、7月と10月に再び大焼け身を行った。シャークは1967年1月7日に北、大西洋に向けて出港し、 3月24日まで特別活動に従事した。この間スコットランドのホーリーローハホで2週間を過ごす。4月12日に対潜水艦船の分野における知識でアメリカ海軍に著しく貢献した功績により2度目の主君部大賞を受賞した。5月16日にノーホークを出港しノバスコシア州ハリファックスに向かう。これはカナダに対する 原子力潜水艦の初の訪問であった。シャークはカナダ海軍の対潜水艦船部隊と共に演習を行い、その後母校に帰還した。1967年6月11日、シャークはノーフォーク海軍造船所で初の燃料交換の準備に入り、1968年3月に作業は完了した。 1968年の残りと1969年は沿岸での活動及び特別任務に従事した。1970年1月1日から1971年8月9日までノーフォークでカンドックに入居し、1971年の残りと1972年は東海岸沿いに回復訓練及び様々な公焼を行い、 1972年5月31日から11月19日まで第6艦隊との展開を行った。シャークは1986年10月16日に予備役状態に置かれ、1990年9月15日に正式に退役、同日除籍された。戦隊は原子力艦再利用プログラムに従って、 ワシントン州ブレマートンで1995年10月1日に解体が始められ、1996年6月28日に解体が完了した。ありがとうございます。